はい、どうもこんばんは、ギュイン徳川です。今日も元気にこちらパナソニックルミックス DMC-LX9 の同チェックを進めていきたいと思います。さて、この広い日本の中でですね、この LX9 というカメラを推しているのは僕と、まあ、あと1人か2人ぐらいなんちゃうかなという感じがしてますね。このカメラ、あんまり売れてないんちゃうかなと思うんですよ。値段もどんどん下がってきてます。価格 .com の、最安値の推移のグラフを見てもね、これは明らかですよ。なんでやね、なんでや。手ぶれ補正ですよ。手ぶれ補正があんまり効いてへんのちゃうかと、まあ、それまで僕はこのキヤノンのね G7X Mark II というカメラをよく使ってまして、まあ、その物差しで物事を見るとですね、まあ、この LX9 の手ぶれ補正えらいカクカクすんなとね。この LX9 が発表された時にこのカメラにすごく興味を持って欲しいな、買おうかなって思ってた方もですね、その手ぶれ補正があんまり効かないという情報を得てしまったがためにとても残念な気持ちになって買うのを見送った方っていうのも多いんじゃないかと思うんですよ。僕も正直そう思います。少し残念な気分はありますね。このカメラは操作性もすごくいいですし、写りも申し分ないです。ただここだけは、手ぶれ補正だけはっていうね、最大の弱点なんかなと思いますよ。わかりましたね、わかりましたよ。弱点は弱点で受け入れようじゃありませんかね。人間誰でも欠点はあるものです。でも一度好きになってしまえば、アバタもエクボという言葉があるようにですね、そこもその人のかけがえのない魅力になったりするものですよね。受け入れるためにはその弱点を深いところまで知り尽くすことです。ここをちゃんとね、理解して付き合っていくことができれば、その人とも必ずいい関係を築き上げていけるはずです。それでは検証に入っていきたいと思います。さて、それでは LX9 の電源を入れていきます。で、メニュー項目見ていきますね。で、シルの時はですね、手ぶれ補正の設定が2通りから選べるようになってまして、上の方は、上下左右のブレを抑えるモードで、下の方は上下の揺れだけを抑えるモードですね。これがですね、クリエイティブ動画モードにします。そうすると上側の上下左右モードしか選べないようになりますね。さらに別項目としてですね、この動画傾き補正というのがありますね。まあ、つまりこの5軸手ブレ補正というものの、ロール軸ですね、ロール軸方向のブレを抑えてくれる機能ですね。動画傾き補正と手ブレ補正、この2つの項目をオンオフそれぞれ切り替えながら、テレタンの 35mm 換算 72mm の状態で手ブレ補正の効果を試していきたいと思います。まずはですね、手ブレ補正オフの状態ですね。手ブレ補正をオフにすると動画傾き補正も自動的にオフになります。で、こちらでテレタンで狙っていきます。録画開始と。はい、これが手ブレ補正オフの状態です。ちゃんと脇を締めて、両手でカメラをホールドしてます。はい、では次に手ブレ補正をオンにして動画傾き補正はオフですね。これでいきます。はい、ズームしていきます。はい、手ブレ補正をオンにするとですね、まあ画角がクロップされるので、テレタンで 81mm という表示になりましたね。先ほどと同じように脇を締めて両手でしっかりとホールドしてます。で次、
さらに動画傾き補正もオンにしますね。動画傾き補正を入れるとさらに画角がクロップされて、30mm から 90mm という表示になります。いきます。ズームしていきます。こんなもんかな。こんなもんすかね。結構しんどいね。息止めてました。はい、いかがでしょうか。まずまず効いてますよね。はっきりと効果は見て取れると思います。35mm 換算 72mm テレタンで、しっかりと被写体はかっちり止まってくれると思いますね。つまりですね、カメラをこうやって両手でホールドしてフィックスで撮影する場合には、バッチリ手ブレは補正されるということですよね。あれ？ちょっと可愛く見えてきました。いい子に見えてきたんちゃいます？さて、それでは次はこういうものを使ってみたいと思いますね。カメラレビューはおなじみの機材なんですけども、まあこちらに対抗するのはキヤノンの超優秀な手ブレ補正を搭載したG7X Mark II ですね。で、今撮ってるのがルミックスの LX9。 こちらをここに乗せて、まあ今から家に帰ろうと思いますね。行ってみましょう。はい、こんな感じです。こちらが、ルミックス、こちらが G7X ですね。じゃあこれを持ったまま帰ってみましょう。どちらもね、歌い文句的に手ブレ補正が最大になるように設定しております。 G7X Mark II の方はですね、動画中の手ブレ補正が、すごく段階的に設定できるようになってまして、まあ、一番強い状態にしているので、結構ねこれ今広角端なんですけども、俺の顔がちょっとでかいでしょ。同じ距離にあるのに画角がクロップされてるんですよ。だからちょっとね、最大にすると画質が荒れるんです。その点ルミックスの方はあんまりその画質のあれっていうのは気にならない、イコール手ブレ補正の効果は弱いということが、推測されるわけですけども、まあ帰りましょうよね。デートしたいよね。仕事終わりにデートしたいよね。設定はですね、シャッタースピード50分の1、 F1.8、 ISO160 です。これはどちらのカメラも同じです。コメントの方でですね、夜間の動画撮影いかがですかということを、いくつかいただいていたので、まあそちらの参考にもなればいいかなと思います。おなじみの骨董通りを歩きます。今このモニターに映ってる映像を見る限りではですね、やっぱりパナソニックの LX9 の方は、オートフォーカスがコントラスト方式なので、暗闇でのオートフォーカスでやっぱりすごい迷いますね。さすがにやっぱキヤノンの手ブレ補正優秀やな。はい、それでは、今度交差点でフィックスでのテストですね。一本のスタンドを両方の手でホールドしております。で、キヤノンの方は、LX9 の画角と同じ、大体同じになるようにズームを調整しております。いかがでしょうか。